最終幕の塩の食い攻略からやっていこうと思います。どこからやろうかすごい悩んだんですけど、 C から行こうかなと思います。で、交代がうんてらってあるけど別に何もないよね、決定で。C から行きます。アンゼルカチーム、おー、あ、結構広いですね。なるほど。おお、わー、すごいね、プレイアブルキャラクターの多さ。回復か。これは、あ、あんちゃん自分のに したんだ。あ、なるほど。へえ、確かに。私まさか操作できると思ってなかったんで何もしてなかった。はあ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 、はい、というわけで行きましょう。せいや、お任せください。行くよ。はい、で、この二人なんね。オッケー。はい、はい、やっ、チャンスだ、蹴散らそう。チャンスだ、蹴散らそう。アナライズを、ほい、やっ、速攻使ったよ。プロトトラム S、 攻防性戦術核の記憶の現像、高出力のビーム兵器に備えを備え、解除対象を一気に殲滅する。一度認識した相手は忘れない。行くよ、行くよ。レイザーバレット、あ、オーダー使ってない。わらわの番じゃな、わらわの番じゃな、わらわの番じゃな、わらわの番じゃな。ちょっと今とりあえずアナライズ。めっちゃ楽しそう。ああ、へえ、あ、ディフェクターもあるじゃん。そっか、ディフェクターあるんだ、了解。グラムキャノン、レーザー、グラムキャノン照射。なるほど。おおお、今だ、ここだ。またオーダー使うの忘れてた。ああ、一番最初だけ1個持ってんのか。これこれ、すごいね、すごいね。イーズイートリガー、攻防性戦術核の記憶の現像、空中を自在に飛び回り、侵入者にビーム波を雨を浴びせる。多勢で現れることが多い。1匹しかいないけど、ん、まだガードしてんの。私の番ですわ。そうですわ、まとめたいな。どれでまとめるんだっけ、忘れた。行きます、ね、あ、またオーダー使ってないです。シャドウステッチ、シャドウステッチ、チャンス、お願いいたします。分かっておる、分かっておる。分かっておる。わらわの番じゃな、わらわの番じゃな。 M、 我が力に恐れよ、クリムゾンライザー。いや、もうロゼと戦ったのだいぶ前だからな。マイル、マイル、オーダー、オーダー何がいい。必殺率か、吸収、回避。あー、もういいかな。はぁ、今だ、行こう、ジョルズ、妖怪だ。行こう、ジョルズ、いいね、行こう、ジョルズ、いいね。あー、終わんなかったか。それでは皆様、先を急ぎましょう。急ぎましょう。エンブレム EX 終わったよ。ところで、マスタークォーツつけられた？じゃないわ、あのサブクォーツはつけられないやつ。え、月経とかもさ、つけられないから、あのちゃんとね、もう、うわ、危ないです。つけられないから気をつけてね、気をつけるんだよ。何これ、強敵だ、油断せずに行こう。うん、カラミティクロス、こんなのはいかがでしょう。うん、今です、ほいほい、いただきじゃ、いただきじゃ、私の番だね。レイザーバレット、お、ホイルジョン、あー、そうや、あ、うん、ディフェクターを、データを取らせてもらう。おお、データを取らせてもらう。これでこちらのものだ。
こちらの炎だ。アオルゲルミル攻防性戦術核の記憶の現像、多数の戦闘用武装を搭載し、あらゆる状況を制圧する。機動力に多少難あり。なるほど。わらわの番じゃな。わらわの番じゃな。どれいただくぞ。おお、これで回復するのか。癒されるの。あ、はあ、なるほど。好奇じゃ。楽しそうなんだけど。ああ、ジュル200なんだ。え、これなんでこんなにあれなの。グラムキャノン照射。こんな回復する CP って。あ、そうかな。さっき回復したんか。あ、させない。いいね、させない。いいよ、いいじゃない。いい守り方ですよ、ジュル先輩。こんなのはいかがでしょう。行くよ。うん、これはどうかな。めっちゃ飛ばしたんだけど。行こう、ジャズ。妖怪だ。あ、逆がいいな。逆が聞きたいな。参るぞ。参るぞ。いや、攻撃じゃ。速攻ですわ。はい。はい。チャンスです。うん。いただきじゃ。いけるかな。あ、行きたいよ、ジョルジュ先輩。いける。今だ、行くよ。はい、承知。行く。さすがはアン、いい空腹だ。君のからくりさばきも相当だけどね。からくりさばき。いやー、よきよき。尊いね、尊いね。で、どっちだろう。真ん中と見せかけてじゃない、左と見せかけて真ん中のような気がしてる。すごい不思議な感じですね。好奇ですわ。そんなのいる。難敵ですわ。引き締めましょう。引き締めましょう。どうしようかな。ここのエジンにあるか、はい、悩む。こんなのはいかがでしょう。で、今です。いただきだ。うん、参るぞ。参るぞ。死んじゃわないかな。ちょっとなんかしよう。か、火行くか。あ、火効かんのか。か、血？シルバーソーン、まあ、無難に効く？無難に効く。あ、映る。データを取らせてもらう。はい、データ取ります。すまないな。すまないな。把握したよ。把握したよって言った。魔王を不条の王につきまとる汚れた存在、なんちゃらかんちゃら。はい、ナイスじゃない。いいね、シルバーソーン。あ、うん、これは高ぶれ黒竜神。黒竜神。あ、カラドボルグ起動。あ、やってた。これで終わりだ。かっこいいね、ハンマー似合うね。今だ。似合うね、ハンマー。させない。させないね。なんだろう、持ってかれてるし。すごいじゃん、ジュージュ先輩。わらわの番じゃな。わらわの番じゃな。我が力に恐れよ、クリムゾンライター。お任せください。うん。普通にブレイクする？ブレイクするけど嫌だな。久々に見たなあれ。嫌だな。じゃあ、あ、これいいじゃん。あ、でもそっか、ブレイクするからずれちゃうよね。シャドウステップ。
誰ならマシかな。アンちゃんだったらまだエンブレムがあるからいいかなって感じがする。アンちゃんが、アンちゃんがし、ごめん、アンちゃん。何がいいかな。クロノドライブ。マイル。おっしゃ。私の番ですわ。そうですね、どうしようかな。高ぶれ黒竜神、お任せください。チャンスです。結構いただきだ。結構ちゃんと戦わないと減る、減らない。あ、うん、132か。それ。うん。今だ。ここだ。わらわの番じゃな。いや。後期じゃ。後期じゃ。速攻ですわ。私の番ですわ。私の番は。今です。お願いいたします。了解じゃ。やっ。それ。いった？ナイス。ふい。ロゼ様、紅茶にスコーンはいかがでしょう。ふむ、ミルクとクリームはたっぷりとな。たっぷりとな。なるほど。ふん、煉獄の住人か。なかなかの歯ごたえじゃったの。ですが限界に現れた以上、視線の餌食ですわ。その区別、ナグルファルだったか。さすがにやるじゃないか。ありがとう。アンのクンフーも絶好調だね。絶好調だね。運が悪かったの。運が悪かったの。高ぶれ黒竜神。ナイス。お任せください。なんてこった。今です。いただきだ。あ、どう行こうかな。行け。今だ。いただきだ。ナイス。なんとかうまくいったかな。次もよろしく頼むぞ。頼むぞ、汎用性。セラムカプセル、すげえ。ありがたくいただこう。今までで怖いんだけど、お宝箱。はい、これで進むと。後ろにこうあったりしないよね。ないね。怖いよ。新種の敵がいる。チャンスですわ。うん、チャンス。クリティカルはここクリティカルだから、これでいっか。今だ。いいね。速攻ですわ。沈みたまえ。沈みたまえ。はい。はい。高ぶれ。黒竜神。お任せください。こんなまとめます。ふい。ここだ。待ってね。わらわの番じゃな。わらわの番は。シルバーソーン。あ、シルバーソーンでよかった。よくはないわ。データを取らせてもらう。これでこちらのものだ。マインガダ S、 負のエネルギー波。どうじゃ、どうじゃ。あ、それ千客万来ですわね。うん、はい。高ぶれ黒竜神。私の番ですわ。はい、まとめます。こんなのはいかがでしょう。今です。ここだ。私の番だね。そうだね。あ、崩した。速攻ですわ。
参るぞ。いや落ちなかった。まあフォロワーにかかればこんなものじゃ。かわいいかわいいかわいい、ね、声優さんだってティムの声優さんだよ。全然あれだよね、すごいよね。かわいい、めっちゃかわいい色でめっちゃかわいいかわいい。でこれは何、封印されてる的なやつですか。好奇ですわ、好奇ですわ。うん、ぽいね。あーなんかもう本当に宝箱が怖いです。マイル、マイル、せいや。難敵ですわ、引き締めましょう。引き締めます。待って、もう大丈夫。じゃあ高笛黒龍神、うん、グラムキャノン照射。お任せください。こんなのはいかがでしょう。シャーロンさん CP が怪しいな。ここだ、行くよ行くよ。これはどうかな。マイルぞ、マイルです。遠くなった。我が力に恐れよ、クリムゾンライザー。なんか痛そうに見えないけど実は1万4000持ってってんだよね。わーすごいレーザー、ナイス。甘い、甘い。すぐに手当てを。助かったよ。いいね、お任せください。分かったことにするのいいね。黒龍神、うん、私の番ですわ。私の番だね。あ、グラムキャノン照射。今だ。うん、いただきだ。参るぞ。シャロンさんとも見てないんだよね。どれ、いただくぞ。逆に火薬やばいね。はい、終わっちゃうかな。それでは皆様、先を急ぎましょう。はい、いいですね。ちょうどなんかこう全部の敵を倒したら全部レベル10になるぐらいの調節になってるのかしら。オッケー、そしてこれを起動、起動じゃない、ふんふん、またいますね。さてこの先にさっきの煉獄のなんちゃらがいて、採用ですね。これでラストです。宝箱守ってる。強敵だ、油断せずに行こう。うん、高笛黒龍神。はい、レイザーバレット。あ、うん、私の番ですわ。そうですか。こんなのはいかがでしょう。 CP はどうしたらいいんだ。 CP はいい感じに貯めたらいいと思います。これロゼがいるからまだ、我らの番じゃな。まだまだまだいい。我が力に恐れよ、クリムゾンライザー。うん、好奇じゃ。くらい、ケイ。あ、次あたりこれで終わりだ。うん、崩れた、続いてけ。分かっておる。いいケイ、お任せください。2人しか入れんやったか。結局ね、使ってないね。いや、しかし今です。ここだ、
行くよ。これはどうかな。お、いいじゃん。いいけど。速攻ですわ。待って。沈んじゃった。まあいいや。しょうがない。強かったでござる。巧みな格子さばき、惚れ惚れしますね。そう言っていただけて光栄ですわ。あんちゃんはロゼともちゃんと専用会話がありそう。ふう、手強い相手だった。これはシャロンさんの癒しを。あら、アンゼリカ様、おいたはいけませんわ。おいたはいけない。ならこっちだ。お、プニプニじゃないか。キャー、なんでいきなり抱きついてくるんじゃ。だからやめなさいって。君絶好調すぎるでしょ。絶好調すぎるでしょ。あんちゃん強いな。あんちゃん強いな。やばいね。強さが半端ない。CP マックスになれなかったけど、しょうがない。で、このまま直進すればいいって感じかな。この横砂っぽいね。うわ、何が待ってるん。え、今行っていいやつ。ちょっと待って、セーブしよっかな。ほい、じゃあ行きますよ。今戦うの。おいでなすったね。ああ、だがこれは。いやー、え何、新機系、何これ。結社の相棒ベータ2ですが、妙ですわね。妙ですわね。結社でこの色のタイプが開発されていた事実はないはず。おお。さすが得意点の産物、霊脈の記憶より模造したか。そういう感じなの。ならば遠慮はいるまい、存分に相手をさせてもらおうぞ。タイト流剣士アンゼリカ・ログナー、トールズの一員として相手をしよう。同じくジョルジュ・ノーム、来られなかった仲間の代わりとして。ナンバーナイン、黒子戦役がマギ、 RF のメイドとしてお見せいたします。うつろなる金色の働きを、我がヒーローの前にひれ伏すがよい。あー、なるほど、ここで切り替えね。次はね、オーレリアチーム行きます。めっちゃ楽しみなんだけど。ね、めっちゃ楽しみなんだけど。ね、強すぎ。ねえ、強、あ、私ね、そうそう、千の奇跡2でね、あの、クロチルダさん使ったことないんですよ、あそこで。てか、あそこの、誰も使ってないんですけど。そう、ちょっと2周目の楽しみにしててさ。へぇー。だから完全に初見だね、クロチルダさん操作すんの。わー、すごい。あ、ボータンついてんだ。てか、さすがだね。さすがなものがついてますね。ATS、さすがの高さですね。見て、このトワルさんとも全然違う。まあ、トワルさんはどっちかっていうと早いっていう。あれよね。グラルロケットついてる。かっこいい、宝剣ガランチャール。かっこいい、かっこいいなー。あー、もうグリアノスっていう名前なんだね、奥義ね。はめてるって言ってたけど。来ますか。あー、オーレリアハンだけですね。了解。オーレリアハンはね、あの、戦算で操作してましたから。ちょっとこれいけないんだけど、アタックボーナス。なんだ、なんか、なんだこれ。なんだこれは。ねえ、かっこいいね。このパーティーめっちゃかっこいいんですけど。これ誰
が何するのか分かんないけど、とりあえず使用権じゃなくって広い果てよ。うん、出番だな。出番なんですね。どうしよっかな。あれ、これ誰が解析するんだ。高ぶらせてあげる。なんと、そらよ、そらよ、かっこいいね、トワルさん。あいいわいいわ。アナライズあった。素敵でしょ。え、あ、速攻また使っている。速攻使ってる。ウリエル、ウリエル。ウリエルなんだ。天使の使徒と呼ばれる黄金に瞬く上位の存在。杭の性質を乱す者に裁きの炎をうがつ放つ。マイル、マイル。マイル、参りたい。命を無駄にしたな。かっこいい、かっこいいよねえ、かっこいいよ、かっこいいよ、かっこいいよ。ひゃーひゃー。大丈夫ですか、 HP 大丈夫です。ちょっと全然アタックボーナスがない。あ、なんなんですかこれ。少しは楽しめそうだな。待って、ちょっとこれバト少しよ、追いつかん。どうだ。サマエルねえ、何回も言っちゃう、強い。マイル。マイル、マイル。いや、やっぱビクタイザールゼルさん好きだわ。いや、相当好きだわ。やばいな。マトリエルね。よし。あとはクロチルダさんにやってもらおうかな。どうしようかな。風。ああ、しょうがない。風。しょうがない。どうする？グラピティオンハンマー。任せるがよい。はい。オーダーしよう。あー、なるほどね。5ね、5とか使いすぎじゃないですか。余談は 100%。 もうちょっとなんかこうコスパがいいやつないんです。全力すぎるんですけど、扇すぎる。ちょっと掛け合いみたいんで、勝てよ。高ぶらせてあげる。いいね、いいコンビ。いいね、いいね、いいね。どれする。あ、個人的に言いたいのはこれです。構えろ、攻撃の陣。かっこいい。さあ、行きましょう。行きましょう。グレアノス。あー、へえ。狭いな。グレアノス、力を貸してちょうだい。さあ、お行きなさい。行くぞ。引き寄せ、これね。すごいね、なんで片手でそんな力が出るの。にゃふん、ハレルヤ邪魔。そこだ。甘い。行くぞ、我が弟子。心得た。出番だな。あー、よきよきのよき。今だ。遅い。いい呼吸であったな、トバル。なんとか合わせられました。なんかね、そのトバルさんのなんだろう、すごい謙虚とはまた違うんだけど、なんかそういうねところがねすごいいいし、この二人とても好きです。とても好きです。とても好きです。
何回私告白すればいいんだろう。はい、というわけで、すげえ楽しすぎるんですけれども狩りの時間だな。狩りの時間なんで今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。なんとかうまくいったかな次もお願いしますわ。巧みな格子さばき、惚れ惚れしますねそう言っていただけて光栄ですわ。なんとかうまくいったかな次もよろしく頼むぞ。さすがに半端じゃないなお褒めに預かり光栄ね精進が足らぬな。さすがは我が師、衰えを知りませんね聖ある限り精進あるのみだ。さすがに半端じゃないなそなたも大したものだ。